テテボスや。あなた。おお、豪気やん、今度は。うめえやら。おっそすサマムエテルナ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、前回またいろいろできることが解放できたわけでございますが、徐々にまた能力も上げつつ、何よりもなんだ装備品みたいなのもなんか出てきたのよね。で、あとは鍛冶屋が解放されて外見がいじれるようになりました。ただこれらのスキンを集めるには何かしらの設計図を集めるのか何なのか、武器もね、なんか作ることでワールドに出現するようになったりとか、あとは武器の強化もできるようになったりとか、ちょっといろいろできることがまた増えてきた感じでワクワクではあるんですけれども、どんどん戦闘力のインフレが後半になると激しくなっていきそうですが、いやー、それにしてもエテルナノクティスのこのスキン、これはこれでいいよね。ってことで種もちょっと増えてきたんやけど、いい加減レベル1とかこういうやつぐらいはちょっとクリアできるようになりたいんだが、これ何順？レベルは意味あんのかな？この辺の説明とかなんかで見れたりとかせえへんのかな？この装備品前回解放した時にはなんかマニュアルがどっかにあるとか言って言ってたけど、ねえ、他にまだ何も出てこんから、一旦レベル1をまた続けていく感じでいいのかな。ああ、この辺頑張ってまずは奥まで進めるようにやっていきましょうか。最近ピストルばっかり選んでるけど、これが後々難しくなったりする要素とか、こういうのにピストルに頼ってるんじゃなくて他の武器にも慣れていかなあかんかったりするんかな。いろんなステージがあって、しかもちょっとやっぱエテルナノクティスで出てきた敵とかがちょいちょいいるから、やっぱエテルナノクティスをやってる方が面白いかもね。癒しの鎌、新しい武器ってなるべく取っといた方がいいんかな。この辺もわからんのよな。たまにはでも新しい武器も拾っといてあげましょう。ただ苦手です。最近ピストルばっか使ってたから他の攻撃が苦手。でもいいね、これ回復するやつっぽいから頑張ればいい感じに進めるかも。なんじゃこいつ。あなたは死神。おやおや、お前の長くたっぷりとした髪を見るのも久しぶりだね、闇の。私の冷たき一触れを凌駕できる。冷たき触れ、一触れ、数少ない存在。それはどうも、死の君よ。この円盤は何だ、お前の王国への門か。私の新しい発明品さ、人間の欲を満たし同時に楽しむもの。死のルーレット、お前はそれを回す最初の不死の王になるのさ。あ、これが死のルーレットか。前回なんか解放したやつ。お前は興味を引かせる術を心得ているな。続けろ。結果に応じて参加者はジンクスを得る。でも特別な贈り物もついているのさ。ジンクスはどういうことだ。 HP が減る、ああそういうデメリットね。移動速度遅くなる、極端に脆弱になる、そういう類のもの。なるほど。それで特別な贈り物とやらは。
より良い報酬、ダメージや速度の増加、筋力の増強などよくあるようなものよ。なぜそのような取引をする必要がある？ジンクスを背負ってまで贈り物を得る意味はあるのか？スピンには条件がついているのさ。例えば一定数の敵を倒すとかね。そしてこの条件を達成すればジンクスは消滅して連動した贈り物が発動する。もちろん倒されるまでね。面白そうではあるが、とてもシンプルでしょう。あなたがルーレットを回せば私がジンクスをかける。そして条件を達成すればジンクスへ破られ、あなたは贈り物を手にしていいとこ取りができる。フェアな取引ね。ちょっと喋り方面白いな。ああ、勝手に回した。まだやるとか言うてないのに。はあ、ずらしたなんか。あいつわざとジンクスしたな。無敵時間がなくなる。移動速度 5% 増加。え、宝箱1個開ける。どれがジンクス？え、それを達成したら帰ってこいってことかい？一応なんか俺今鎌持ってんやけどさ、5秒間基本ダメージの 10% 分のジンクスを付与するとかいうなんかよくわからん能力もあるんやけど。無敵時間がなくなる、移動速度 5% 増加。宝箱を1個開けたらそれが解放されるってことかい？ちょい待てい。うおー、この釜の能力もいまいちだー。いや強ー。何もわからんまま死んでもうたわ。ただいまー。まだちょっとあれやな、釜じゃなくてやっぱ俺の場合ピストルでもうちょっと頑張らなあかんかな。まだなんかいろいろどれで行くべきか悩んでおりますわ。早速なんかええ感じの武器屋が出てきたんですけど、いやー銃で頑張りたい気もすんのよな。ターゲットを弱体化させダメージを、ジンクスダメージ、いやー頑張ろう頑張ろうな。鎌で頑張ろう。せっかく銃で頑張ろうと思ったところやのにな。ていうかこのエテルナ・ノクティスのいいところは、いいところっていうか俺の好きなところは接触ダメージがやっぱないのよね。ちゃんと敵が攻撃したタイミングでしかこっちにダメージが当たらないことが普通っぽいから、やから好きです。結構ねこういう 2D アクションでひたすら接触ダメージでもってマウントしてくるゲームとかあるけど、それがないところが私は好きです。また来たぞ。結構頻繁にこのルーレットはやっぱ出てくるんかな。パラ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 、どうせ動かすんでしょほら。もうサブ武器が使えなくなる。サブ攻撃なし。最大 HP50 増加。敵を5体倒す。最大 HP が50増加するには敵を5体倒せってことかな。ただその間サブ武器というか Y ボタンでの攻撃ができなくなるってことかな。敵を5体やったらでもすぐ行けんじゃないの？もうこれであと1匹倒せば多分いいだけやから。こっち行くよ。お前で行けた。ジンクスブレイカー。これで行けたんじゃない？もう1回限りか。勝手に敵を倒せば、ああ、達成したってことやね。オッケー。ああいうルーレット、まあでもほんまにルーレットやから引く引かへんちょっと考えもんよね。下手したらとんでもねえジンクス背負わされる可能性もあるってことやもんな。さあ第2ステージ、ちょっとまたなんかマップの雰囲気が今までとは違うけど第2ステージに多分来てるってことよね。そろそろ
なんかフリーザでもいいからボスを倒してみたりとかしたいですよ。新しい敵もちょいちょい出てきてるけど、あいつなんや、あれ剣士みたいな今おった気がしたけど、どっか行きました。まだちょっと、ああいたお前知らんやつ、おいおら、意外とカマちゃんありかな。あぶねー、ってか一撃が重いのよ敵。おげ、回復をくれ、お金がね、回復もね、頑張る。やば、あぶね、強え敵、防御力がやっぱ結構、ああいるんじゃない。一応右上のあれが8まで上がってるけどさ、あミスターもうトラップやめて。こういう 2D アクション要素が完全にエテルナノクティスの血を引いてるのが、まあこのゲームの面白いところやけど、だいぶ難易度高えゲームな気がするで。まだ耐えてるけど、まだ耐えてるけど、これ落ちたらダメージよねっていうか、普通に体当たりで殺されたよね。やっぱもっと防御力上げなあかん感じかな。まだ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 です。もっと頑張らなあかん感じがします。何をきっかけに帰ってきた時にいろいろ解放されてんやろうな。700、防御力が大事、 HP 回復も相当やっぱやり込んでかなあかんよね。ここだって最終的に2万とかまでなんかあるっぽいからさ、グイーン、ダメージ増加、宝箱を開けた時の回復、致死ダメージを受けた時一度だけ最大 HP、 あそんなんあんにゃ、復活的な。やっぱ最初はとりあえずレベル上げまくらなあかん。あおいお前さん、そうだそこの男、ちょっと特別なものがあるんだ、試してみないかね。あれお前は痛みを感じないかもしれないが、人生には見知らぬ相手に殴られるよりも面倒なこともあるんだ。あ進化武器は知っておるか。知らない、まあいい、黙っていくがいい。全ての進化武器はサマムと呼ばれる特殊な能力を持っておる。タイトルとかかってるね。これは武器に応じて異なる。サマムはゲージが満タンでないと使用できん。だが進化武器によってリチャージされるタイミングが異なるので気をつけろ。何それ話が長すぎる、さっさと試せる、うん、試させるか、こっから出させるかしてくれ。これはローグワイルドであって RPG じゃないんだ。あれメタ要素、まだ話中だ。よし、このテーザー銃を持っていくといい。ゲージがチャージされているからサマムアビリティを使用できる。あ、B ボタン使ってなかったね、そういえば。B を押して私に試してみるといい。手加減はするなよ。武器進化。普通に撃ったら、あ、なんか電撃の銃なんやね。これを、違う。B ボタンで、うわー。全然違う能力。何それ、新しい銃。あ、いつの間にかこれ結構溜まってきてる。リロード速度、他なんかこういうのも解放していきたいよね。ピピピピピピ、ジンクス、弾の能力もいまいち俺までよう分かってないのよな。リロード上げたる？いや違うわ、これ貯めてったらこの辺が解放できるようになんやんな。一個なんか気持ち悪いかまきり、設計図を取ってたってことか。
ピストル、あれなんか装備品みたいな見れるのなかったっけ。あれなんか装備品一覧みたいなどっかで見れたような気がしたけど、気のせいか。それで精一杯かね男。なんじゃこらー。何がきっかけで勝手にたまるわけないよね。樹液増加の方が、いやダークマターも欲しいな。なんか分からんけど、今とりあえずええ武器持ってるっぽいから、ちょっとレア度の高いこの世界で、でも普通に進むと初期武器やないか。ってことはどっかでそういう武器が拾えるっていう理解なんかな。まだ武器の進化とか全然させたりできてないから、どっかでできるようになるんかもね。ブラッドサッカー、取ってない武器なるべく拾った方が良かったりもするかな。ちょっと久しぶりに剣拾って、これが本来のエテルナノクティススタイルでしょ。ちょっとあはん頑張っていくわ。もう一回初心忘れるべからず。やっぱ遠くの敵をクソやらなあかんとき剣が大変。へいへいへい、もうさっさと行ってしまった方がいいですか。こらこらこら帰ってこい。やな、こういう飛び道具系の敵がめちゃめちゃむずいわ。やめとこ、行こう。死んでまう。HP が1しかねえっす。何これ、もろとけもろとけ、行くぜ。倒すのむずいやつとかさ、はっ違う瞬間移動。うっす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 、凍結凍結、この間いやきつい、えきつい、いきっ、まだ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 ですわ。またハテナが出てるね。なんかあ、お前じゃないな、誰かまたいる。あなたはゴンゴリーの詩人にして心動かすもの、その刃は山の肩を描き、その刀先はバターのように肌を切る。え、それは解き放たれた力、世界に迫る悪夢。私のことか、お前のバラード、バラードやったんや。ちょっと時代遅れだな。私がトゲトゲの髪をやめてからもう何輪でも立っている。悪夢の部分はなかなかいいのだが、トゲトゲの髪型やったんや昔。申し訳ございません陛下、ですが私が歌ったのはあなたの戦闘技術ではなく強力な武器のことです。それもスーパークリティカルを出せる。何それ、ため技け。私は天地の隅々まであらゆる武器を使ってきたが、それほど破壊的な特性は聞いたことがない。耳垢でも詰まっておったか、今スーパークリティカルと言ったか。ダミー玉が急に喋りかけていたよ。カカシが喋った、今までなぜ気づかなかったんだ。そこはどうでもいい、あの武器のこと、ダイナミージを与える力のあるもののこと、続けてくれ。私はその全てが知りたい。ダミー玉と同意見。歌や陰のことは忘れて、それがどんな剣や鎌なのか、そしてどうすればその武器を手にすることができるのかを教えてくれ。ああ、説明が足りなかったでしょうか。私の歌の、おのお、おのおって何？あ、才能ね。才能は有り余るほどですか？作品はそれほどの難解ではないはずですか？
それはノコギリ刀、ノコギリ剣であり、その刃は湾曲して鋭く、刃のどの部分でも切れるのです。クリティカルヒットを数回連鎖させるだけで、その最強版を放つことができます。はあ、何をグズグズしているんだ、大男よ。その剣で私を殴り、さっさと進化をアンロックするのだ。ん？なんかモロって？あ、お前に話しかければこの一覧が見れるんか。で、前なんかこのテーザーガンもらってたやんな。進化ってでもさ、どういう風に、他になんか、いや、ここまだ何も出てねえよな。え？何すんの？あ、こうやってやっぱ剣をさ、進化、弱体化、あ、いろいろ試せんやね。でもこれはあくまで、試すためのやつやんな。で、何をすれば、進化ってついてるのって、このテーザーガンやんな。テーザーガンの時だけなんか、進化、あ？進化させるとサマムがつく。ってことやんな。装備。これはでも、さっきあったこれでしょ？これのことじゃないよね。虚しいぞ男、こんな気分を初めてだ。これがお前さんら生身の人間の悲しいというものか。まあ普通だな。結局お前は藁と木を詰めただけの人形に過ぎない。クソ、ヒューに決まっておろう。私が地面に固定されていなかったらお前さんを殴っていいぞ。やれやれ、少し意地悪するだけですぐ元気になる。 ありがとう。でもあまり役には立てんな。うん、なんか足りない気がするのだ。お前さんに殴られても前ほど満足できないような気がする。何か他のものを試してみるべきか。ステータス以上の武器を使えばお前の助けになるかもしれない。そうだ、それだ。ステータス以上の宝石いっぱいの武器で殴ってくれれば私のやる気も。どうしたどうした。剣、大釜、銃、どの武器がいい。ふむ、緑色を基調とした鋭いものがいいな。毒っぽい雰囲気の。わかるだろう。はあ、武器とか進化とかいろいろあるけど、結局俺まだ設計図持ってないから、サマムレベルを上げることで出てくるっていう、そういう理解でいいのよな。ってことは、例えばこれを基本の剣とかいろいろあるけど、まあ、基本の剣選んで毒のやつないぞ。鎌のこれしか持ってねえか。鎌もさ、毒の宝石は俺まだ一回もこれ取ってないってことか。ないよね。お試しやからできたりとかせえへんのかな。しかも鎌に変わってねえし。喋りすぎだと思うなら言ってくれれば黙ろうと思う。ちょっとまだこの辺のやり方が、あ、いまいちようわからんな。攻撃速度アップ。長押しで追加で装備やけど。なあ。よくわからんわ。で、4ポイント。発見可能な樹液が増加。とりあえずこれかな。わからんこといっぱいのままやけど。まあ、とりあえず、進んでいけば、なんとかなるかな。回復効果はないが、倒されるまで最大 HP が127増加。いいじゃない。ちょっと高いけど増えたよね。127ってあれか、そんなに増えてへんのか。なんか今数値的に574になったけど、別にレベルが上がれば
それぐらいの数字はすぐに上がるってことなんかな。なんかあんまり数字増えた実感ないです。やべえです。あいつなんか雷みたいな音してくんのやばいな。新しいステージかい。一応二つ目の面まで来たけど、ちょっと違う感じのステージよね。ハンディキャップ、武器のサブ武器無効化って結構、こっち武器のサブ武器って結構銃からしたら、あーいやだー、ちょっとこのそれせこい。そのなんか脳天から雷落としてくんのやめてよね。ちょっとやばそうな面に来てしもうたかもしれませんか。あれを取るにはこういけません。あ、上からか。もう一回ジャンプせなあかんのかと。やめろその雷落としてくるやつ。こうほっ、いけるもの。むずいアクションも要求してくるところがこのゲームのいいところよ。でまたお前どうせイカサマすんやろ。全然違うとこ止まった。こうなると、いやこれもこれであかんのかい。宝箱1個開けたら HP が50増加、透明になるってなんや。あ、俺が俺が見えなく。なるほど、これはなかなか。あれでも、いや敵はこっちに気づいてないなんていう、そんな都合のいいことはないよね。いやそのマジで雷落とすんやめ。へい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 、見えへん見えへん、どけい。ギリギリやないか。開けました宝箱。でもやべえ、死んでまうむずい。普通にレベル上がったらやっぱ体力だいぶ増えてってるっぽいよね。127、あれ127やったっけ、あれぐらい増えた意味はなんかあったんかいな。なんかちょっと微妙な気がしてきたぞ。とりあえず武器を、これ間違ってリサイクルしそうなるな、長押しをしてな。ちょびをしてなあかんのよな。宝石の交換、武器の上書き。これ武器の上書きってやると現在の武器と宝石はやっぱ破壊されんのか。ってことはやっぱ一個しか宝石は上書きでけへんっていう、そういう理解でやってます。あーなんか知らん、不倫だら。不倫するのあなた。ちょっとやば。はフリーザじゃないけどちょっとボスチックな。でもお前なら、お前それはどう来る、どう来る、どう。あ、今ちゃん。オッケー、銃が相性良かった、こいつは多分。やけどやっぱ敵の一撃が重たいよね。一気になんか削られる気がするんですけど。基本ダメージの 5% の毒は持ってるから凍結もいいんやけどな。敵にぶつかると近くのターゲットに初期ダメージ分の取ったことないやつっぽいし、取っておきましょう。ていうかこの感じでこのステージはあとまだ、おい2個か、全部で鍵を
3個取っていかなあかんっぽいよな。さっきのグレイシャルタッチとかいうやつ、多分あれやな、俺の近くの敵じゃなくて、敵にぶつかると近くのターゲットに初期ダメージの、これ連鎖してってるっぽいわ、ダメージが。ほら、なんか線みたいなの出てんもん。危な、近くの敵になんかダメージが乗り移ってるっぽいよね。これは確かに強えかも。またボス出てくんのかい。おい、やめて。はいはい、ははは。グレイシャルタッチがあんまり意味ないかもやけど、お前は銃の相性が悪そうな、痛い敵よね。よし、でも一撃が重てえからマジ回復ください。それの繰り返しになりそうです。3つ目の鍵まで来たけど、回復する術がもう多分ないのよね。行くっきゃねえってことね。ふら、当たんない。慎重に距離取って、距離取って、はい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 、距離取って、バカ、あ、怖いわ、あ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 、今ちゃんなんか来る、なんか来るけど、しゃいった、ありがとう。中ボス的なやつ、これででも3ステージ目始めていけるんじゃない。初めて鍵取った状態でいけたけど、なんかうっすらなんか見えるぞ、ここ座ってるやつ。でもこのまま3ステージ目多分いけると思います。 HP めっちゃ低いけど、ボスとか来るかな。やだな、なにここ、誰誰一番左まで来たね。こんにちは、スベネカ、バルハラの守護者、姉妹たち、死の冷たき抱擁より逃れるのが彼だ。その鋼がユカナ選手の血が満ちる我らが土地を汚した。フリンダーラ、あ、フリンダーラをさっき倒したってことは、こいつやったらかったんか。さっき王人様がお怒りのようだ。この不届き者がバルハラを汚した。燃えるような邪悪なオーラで創造主に慈悲を壊せよ。アストリダ、彼の存在は我らが王国の安定を損なうものだ。杯を掲げる資格も、オーディンの宅に着く資格もない。ごめんなさい、私闇の王なんです。我が存在を今しく思うのは構わないが、せめて何者か理解したい、してもらいたいものだな。聞いたか、姉妹たちを、彼は己の名で呼んでほしいそうだ。なんと大胆な。彼の舌は武器と同じくらいに邪悪なものだ。魂が骨の髄まで堕落せしけものだ。何者にも敬意を払うことはない。それを正しい、闇の王以上に敬意を払われるものなど存在しない。お前もそう思うだろう。戦いのうちに命を落とした者だけがオーディーンの聖地に名を刻むことができるのだ。はあ、そしてお前は滅びることはない。その魂は聖者の世界に固定されている。お前は呪われているのだ。元いた世界へ戻るがいい。さもなくばワルキューレの鋼の味はあるわ。何それ、味わうことになるぞ。オーディーンさんも喜ばれたろう。お前たちの言う神とやら、それに会ってみたいものだ。共に酒を酌み交わしてみたい。神と関わるのは好きだぞ。そのような提案ができるなど、南の浜辺で供される酒に恥弱しているに違いない。生きている戦士はオーディン様と並び立つことはできぬ。残念だが我ら姉妹はお前のために何もしてやれることはない。あれは何、誤解やってる、誤解があるようだな。
私は何も頼んではいないし、懇願することもない。私は彼と話しに行く。そしてお前たちには何もできない。もういい。不条の地で汚されたこの地をお前の不死の地で癒そう。その叫びはヒュペルボレアの隅々まで響き渡らんことを。かかれ姉妹たち。ボス戦の気配。ワルキューレのマジ一応、いやそれは強すぎません。うへー、秒殺。強、あんなんもっともっと強ならな無理ちゃん。おいおい、25分ぐらい頑張ったけど、普通に経験値が手に入っただけやないか。まったまだもっともっと多分リピートしまくらなあかんってことやね。ただいま。この辺の強化とか、カオスエッセンス増やしていくしかないよな。クリスタライザー、いろいろまあやっとけば、なんかそのうちなんかまたいろいろもらえたりするんでしょう。900ポイント、ダメージ量普通に欲しいな。クリティカル、いや防御力も欲しい、 HP もスピードも全部欲しいわ。これ一度だけ最大 HP の 20% 分を残して生き残るやから、一回死んだ時のあれがやっぱ的な感じよね。そう思うとちょっと貯めた方がいい。この変な宝石みたいな、宝石じゃないけど作るためのもんが全然新しく別に手に入ってないのよな。では2、発見可能な土偶魔像か、やったら樹液の方がいいのか。ダークマターもレベル上げに必要やから欲しい。もっともっと貯めまくらなあかんやん。でもってこの辺のさ、合成マシンとかもようわからんのよな。結局今さっきも俺レベル1をやってたのにさ、レベル1であの感じやったでしょ。出たカオス。レベル8とかはやっぱまだいかん方がいいのか。でなんかこの謎の王の意志みたいなのも出てきてるしよ、その辺行った方がええんかな。これ行ったことないし、行ってやりましょうか。あれ、最初からちょっと違うやつが選べる。これがもしかして王の意志の効果ですか。そんな気がするぞ。ほら、初期武器のリロールプラス1とか書いてるから、こういうなんだ効果がついてる方がもしかしてクリアするのが簡単やったりとかなことはないかい。ここは何でしょう。これが言うてたあれか、王家の火事場。あげたりとか無理やけど、ショップが王家の火事場と置き換えるって書いてるから、そういうことか。どういう風にあの種を選んでいくのが正解なんやろうな。まだなんか効率のいい生き方とかあるんやろうけど、何も分からず言ってる感じですわ。お金がまだ全然ありません。ちょっとお金貯めたけど、レベル1、これを進化はロックされてるからでけへんやんな。でお金払ってやるとちょっと強なった。
これでいいのかい？もう一回なんかしたりとかは、こっちのショップというか鍛冶屋に戻ったら、ああまだでも何もできへんわ。次の面、特に次の面来たからってなんかがなってるわけではなさそうよ。普通に知らん敵いるんすけど、なんじゃこいつ。おる、やめろそのなんか血を張ってくるやつ。バカだーれ。宝箱開けさしてで、こいいね。そういういろんなアクション要素があるのがでも好きよ。またルーレット、まあ、やらへんっていう選択肢もあるんやけどね。そんなに難しいジンクスを背負われたりはあーまた透明のやつ。防御力が9増加。わー宝箱1個どっかに宝箱置いといた方がいいな、ほんまな。自身に攻撃した敵を1秒間凍結、ダメージを受けずに敵を倒すたびに、こういうのにしときます。レアリティ上げれるな。上げたろ。ズズン。お、ちょっと俺の姿が見えてへんからさ。こうなると強弾丸がダメージの 4% 分に相当する HP を奪いやから、普通に雑魚で回復しまくれるっていう、そういう認識でよろしいですか。今左上は 61% ってなってますけど、あっほんまや、ちょっと回復してってる。で宝箱も開けて、はい、やっと見えた。なんか武器進化完了。なや、武器進化完了。新図面がどうたらとか言ってたけど、何がや。パッと見ここは変わってないけど、さっきのこの場所で、あ、いや違う、進化最大ってなってるわ。なんか図面取っただけっていうことでええのかな。4つ目の鍵、これでじゃあもう多分また3ステージ目に進めると思うんですけど、どこやったっけ。これの上。よし、なんだかんだ3ステージ目には到達できるようになってきたけど、さっきみたいにでもステージが違うから、バルキリーがどうたらとかオーディンがどうたらとかそういうステージでは多分ないっぽいよね。何がいるかな。どうもボスかい。ボスっぽいね。回復しとこう。あなた出てボスや。あなたおお、豪気やん今度は。うめえやら完全に、いやスト2憧れがえぐい強力な戦士が村に現れたとの噂は本当だったか。このような形での自己紹介でなったことを詫びよう。まさか招待状が必要だとはな。戦いで実力を証明できるならば誰でも歓迎だ。ではこの村にやってきたことでそれは明らかではないか。その通りだ。お前の技術はなかなかのものだが、原石は磨かねばならない。神風はそのためにある。私は無敵と謳われた戦士を倒しにここに来たのであって、戦闘の講義を受けに来たのではないのだがな。一戦一戦が学びそのものなのだ。お前は最後の試練を乗り越えて戦士の精神を示さねばならない。ふむ、お前を倒すことが。その通りだ。お前の技術は並外れたものだ。私はそれをもっと詳しく知りたい。
そしてお前にも神風を伝授したい。何それ教えて。見知らぬ者よ梅原さん。もう完全に格ゲーのあの達人の人から取ってますやん。なるほどな。我が強く単細胞のやつの相手をするのは慣れているんだが、だがお前は私の挑発には乗らないようだな。お前の戦闘の取り方はどっか独特なようだ。戦う相手に敬意を表するのも久しいものだ。それがここでの教えだ。だがおしゃべりはもう十分だ。拳で語り合うとしよう。俺銃持ってますよ。戦い互いから学ぶ時だ。神風の達人梅原。マジか。おいラウンド1ファイ。はっはっは。ふいふい。やっほー。波動拳打ってる完全に。絶対豪気、絶対に豪気やん。フリーザの強い旋風脚、旋風脚、昇竜拳の竜巻も出てきて、やだやだ危ねえ。怖い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 。今くそ。はい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 。倒せ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 。で勝利券来たよ。避けて、さらに避けて、旋風脚。ちょっと見えない見えない。いやあ、くそ、前フリーザ倒せなかったから。倒してえな。はい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 。今よし、いいよ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 。しっかり、なんか飛んできてる。この距離、この距離は、あー、はい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 。いいよけて、いいよいいよけて、はいはい、うっす。せこいせこ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 。俺も当てての俺も当てての豪気を。はい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 。豪気ちゃんよ。春国殺とかしてこないよね。やめてよね。ふい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 。やめて。いい感じ。今のところいい感じ。いい。なんか来る。ちょっと近くに寄らないと見えない。近くに寄らないと見えないけど。でーやめて。でーくそ。ちょっと急激にいろいろやりすぎ。急に。バリ悔し。頑張ればいけた。バーリ悔し。くっそー。おい、フリーザの次は豪気でできたやんけ。どこまでオマージュしとんねん。ただいま。ってことで、ああ、まだまだクリアしていくには、もっともっとレベルをまずは上げていく必要があると思うんですけれども、頑張ってクリア目指してやっていこうと思います。まあ、でも、面白い。それではまた。よろしくどうぞ。